さて続いての山はその世界では第一人者というふうに言われているすごい方がいらっしゃる山です。こちらです。マンションです株式会社山天、山の天気に関する会社だと聞いています。信州初、もっと登山を安全に、茅野市にある気象予報会社山天を訪ねます。なんかでも普通にマンションの一室なんですね。そうですね。そうなんです。失礼します。そもそもなんですけど、はい、山天さんは、はい、どういう会社なんですか。山の天気っていうのは分かるんですが、扱ってらっしゃるっていうのは分かるんですが、はい、そうですね。山の天気予報にこう専門特化した気象会社でして、はい、新潟県出身の猪熊隆之さん、2011年日本初の山岳専門気象会社山天を立ち上げた山専門の気象予報士です。一般登山者向けに全国18山域59山の天気予報を毎日配信。学校登山や登山家の海外遠征、映画やテレビの撮影隊向けの気象サポートなども手掛け、天気予報の力で登山の安全を守るスペシャリストです。これごめんなさい、何か今作業中だったとかですか。あ、そうですね。気象庁から送られてくる、数値予報のデータだとか、いろんなこうデータをですね、天気にこううまく変換するため の、 高精度なアルゴリズムっていう、式を作ってるところなんですよね。気象庁から入手した気象データを私たちが理解しやすい天気に変換予測するのが予報会社のお仕事。対象の山一つ一つの特徴や過去に出した予報結果などを分析し、より精度の高い情報が出せるような仕組みを作っています。創業10年の今年、扱う山の数を現在の59から332に増やすため、総勢6人の社員が日々奮闘しています。なんで長野で会社なんですか。長野はですね、昔から登山で結構長野県は来てたんですよ。で、信州に住みたいって憧れ昔からあって、でも仕事の関係で関東にいたんですけども、自分で会社を作るんだったら、信州がいいなと。はい。ものすごくいいところですね。そうですね。私もこちらに来て、10年ぐらい経つんですけども、どんどんこう好きになっていきますね、この場所が。そば畑があって、はい、でこう稲の田んぼがあって、はい、でぐるっと周りを山が囲んでいるという。そうですね、最高のロケーションですね。そうですね、で空もすごく開けてるじゃないですか、はい、ですからこう天気を読むのにも素晴らしい、そういう場所です。例えば、はい、これ今天気予報をお願いしますって言ったらできるもんですか。空を見てですね、こう雲の様子とか風のこう変化から天気を予想する方法を観天望気って言うんですよ。この観天望気、観天望気はい、でこの観天望気は、大体数時間先ぐらいまでは結構いい精度で出せますね。パッと、素人が見た感じ、空の様子、はい、西側が向こうですよね。そうです。あ、さすがですね、はい、西側がちょっと暗いかなと、はい、で比べると東側の方が若干明るいかなと思うんですが、はい、こういうのもなんか、さすが、上空偏西風って西風が吹いてますので、西から東にこう天気が変化することが多いですから、西の空を見ていただいて、西の空が暗くなってると天気が崩れていく。なるほど。逆に西の空が明るくなってくると天気が晴れていく、回復していくことが多いんですけども、今日は実は逆なんですよ。ちょっと雲の流れ見ていただけます。こう流れていってますよね。つまり東から西の方に流れて、南東風が今日吹いてるんですよね。南東から北西に風が吹いてる。なるほど。で雲は風によって流されていきますから、今日はね、こちらの空を見ないといけない。でこっちが明るいってことはいいことなんですね。
今のところは。はいはい。じゃあ一概には言えないってことなんですね。そうですね。風を読むってとても大切なんですね。風を読む、ね、はい。まあ、私がですねちょうど山岳こう気象これをまあ日本で初めてこうビジネスとして始めたのが13、4年前なんですけども、その当時っていうのはちょうど中高年の登山ブームがすごく流行してた時だったんですよね。でそうした中で気象遭難と呼ばれる、まあ、天候のこう悪化をちょっと予想してたにしてもちょっと甘く見ていて事故に遭ってしまうっていう、まあ、そういう気象遭難がすごく多かったんです。でちょうど自分がそういう仕事を、まあ、するようになった時にまずはこういった事故をゼロにしたい、そこで考えたのが今のこう山の天気予報っていうサイトの前身である、まあ、同じ名前なんですけど山の天気予報ってい う, こうメールで当時はメールだけで送ってたサービス、はい、まあ、それで今もガイドさんにすごく広く使っていただいてますけども、まあ、その効果かやっぱりガイド登山とツアー登山における気象遭難でも激減したんですよね。ところが今はまた時代が変わってきて、まあ、ツアー登山とかガイド登山にも参加しないけど個人で登られる方がすごく増えてきたんですよ。そうですよね。組織やグループに属さず個人で活動する登山者は知識や経験を共有する機会が少なくリスクへの意識が低くなりがちだと猪熊さんは考えています。そこで様々な取り組みを始めました。やっぱりこう天気を読むことあるいは雲を見ること風を感じることの楽しさを伝えていく方が楽しいと分かれば皆さんこう自分から学んでいこうとするので、そういったことをちょっとやっていこうということで今空の百名山プロジェクトって言って、はい、まあ、朝日新聞の新集版に毎月空の百名山って連載をしてるんですよね。山頂でたまたま会った人たちにこうゲリラ的になんか雲の話をするとかそういう企画をね考えてたり、なるほど、そうやって、まあ、雲をね、めでるそういう登山者を増やしていこうかなっていうふうに思ってます。はい。